はい、おとぎです。まあ、この絶望の太陽ツアーっていうのね、たくさん回って、いろんなところでこう、まあ、自分たち自身もね、あの絶望って何なんだっていうのを、まあ、ライブの中からこう見出そうと思って、まあ、俺らなりのね、そういうライブを展開してきたんやけど、まあ、これはきっと、ファイナルで、いいものが見せれるんじゃないかと思います。でね、最後に配布する日暮らしにもそういうのを込めたんで、ぜひともそれを持って帰ってもらおうかなと思ってるんで、よろしくです。おとぎでした。はい、ギターのシンです。絶望の太陽ツアー十数箇所、もう急ピッチというか、まあ詰め詰めのスケジュールでしたけど、いろんなとこ回って本当にたくさんのものを得てきました。まあ今カナダにいるわけですが、セミファイナルのライブをこの後して、で、6月2日フォーウエストでもう得たものを全部、まあ、悔しい思いした分も全部、みんなに伝えられたらなと思いますので待ってます。はい、ギター道昌です。はい、絶望ツアー回ってまいりました。今カナダでね、セミファイナルの、まあ、数時間前でございますけど、6月2日、渋谷オーウエスト、たくさん回ってきて、まあ、制作の時からですね、いろいろと、まあ、頭使ったりとかノリで行ったりとかいろいろしましたけど、まあ、そうやって回ってきて、日暮らしっていう、まあ、すごい曲ができたんですよね。それもあの無料配布しますんで、そうやって、まあ、最後だけでも、来れる人もいるじゃないですか。そんなやつも全員ひっくるめて絶望させてやるんで、6月2日渋谷オーウエストに来てください。そんな感じでありがとうございました。はい、いろんなとこをいろんな方と一緒に回ってきて、まあ初めましての人ももちろんそうですけど、いろいろありました。大変なこともいっぱいありましたし、楽しかったこともいっぱいありました。まあその集大成をね、日本に持って帰って、今ここカナダなんで、日本に持って帰って6月2日オーウエストで全部爆発させられたらいいかなと思っております。ベースの尾崎でした。はい、ドラムの亮です。今回ね、絶望対応ツアー、今までこう青いでやってきたツアーの中では一番こう規模の大きいワンマンツアーというか、ね、今回カナダもあって、なんかこういろいろこう考えさせられるものもねあったし、またこう青いとしてのメッセージをツアーファイナルで持っていけたらなと思います。はい、ぜひ見に来てください。よろしく。